東アジアに位置する台湾。中国との関係で日々話題になる一方、軍事力についてはあまり知られていない実情。台湾の軍事力について詳しく紹介します。台湾の人口は約2360万人、日本の人口の約1億2500万人の5分の1。亜熱帯、熱帯に属し、5月から9月まで夏が続くという非常に暖かいエリアです。台湾の軍の正式名称は中華民国軍。陸軍、海軍、空軍、憲兵で構成され、戦時には沿岸警備隊が国軍に編入されます。ご存知の通り、台湾のすぐ近くには中国が位置しており、中国に対抗するために台湾の軍事力は国家規模に比較し強大です。各軍の正規軍だけを見ても、陸軍が約20万人、海軍が 4.5 万人、空軍が 5.5 万人、憲兵が 1.2 万人。これは日本の自衛隊よりも多い人数です。さらに予備役として約165万人の兵力を持っています。各軍についてより詳しく見ていきます。台湾最大の兵力を持つ陸軍、1990年頃までは旧式の兵器がほとんどでしたが、中国の軍事力増強によって急速に近代化を進めています。主力戦車は M60A3、M60 戦車の改良版です。第二次世界大戦後、ロシアが開発した T55、 100mm 砲を余裕を持って搭載できる車体に加え、エンジン馬力の向上、クラッチ操作を空気圧で補助するサーボ機構の追加、赤外線センサーの搭載など当時最新鋭の戦車です。当時アメリカが保有した主力戦車の性能を上回る高性能戦車の登場に焦ったアメリカは、最新戦車の開発に取り掛かります。前世代の戦車の車体が高温の液体金属を型に流し込んで作っていたのに対し、 M60 では溶接して製作、また車輪など直接的な防御性能に影響がない部分をアルミ合金を使用し軽量化するなど最新の設計で作られています。アメリカでは1959年の就役から湾岸戦争頃まで現役で使用された優れた戦車でした。そんな M60 の最終改良型 M60A3 は照準器が大型化され、熱線映像装置の搭載で夜間の戦闘力が大幅に強化。台湾はそんな M60A3 を460両保有しています。また M60 の車体に前世代戦車の砲塔を取り付けた台湾独自の戦車 CM11 が450両、改良版の CM12 が100両、合計1000両以上の戦車戦力を持っています。一方、近年の中国軍のハイテク化によって相対的に M60A3 の戦力が低下。そこで台湾は現在のアメリカの主力戦車 M1 エイブラムスの大量調達を決定。2022年以降に納入が始まり、108両の運用を予定しています。 M1 エイブラムスは日本軍事情報に何度も登場する通り、現在のアメリカの主力戦車です。60トン以上の巨体に加え、複合装甲、均質圧延鋼板の装甲によって強靭な防御力を発揮、1万両以上製造され、現在でも改良が続く世界最強の戦車と言われています。この他に兵員輸送車、水陸両用車、ハンビー、榴弾砲など、台湾はそのほとんどをアメリカから調達しています。陸軍の航空戦力、ヘリコプターも台湾は豊富に運用しています。主力の機体が AH-64E アパッチ。AH-64 は対地攻撃と限定的な対空任務を行う攻撃ヘリコプターであり、1986年から本格的に運用されています。現代戦でも有効な戦力を持つ AH-64D 以降の攻撃ヘリは日本も採用しており、 AH-64D を62機調達する予定でした。しかし1機100億円ほどと戦闘機よりも高価な機体となり、日本はわずか13機の調達のみ。一方、台湾はより最新型の AH-64E を30機調達しています。また AH-1 スーパーコブラを62機、 UH-60 ブラックホークを35機と、陸軍に力を入れる台湾はヘリコプター戦力も強大であることがわかります。また各種対空ミサイル、対車両ミサイルも大量に保有しています。台湾は日本と同様、周囲が海に囲まれており、中国の艦船に対抗する目的で陸軍には最新の対艦ミサイルも配備されています。最も多く配備されるミサイルが雄風2型対艦ミサイル。主に3タイプ存在し、船から発射されるタイプ、戦闘機から発射されるタイプ、そして陸軍に配備される地上発射タイプがあります。
性能は至って普通の対艦ミサイルで、射程は最大 250km、時速約 1000km の亜音速です。一方、ターゲットとなる中国の艦隊は、中国版イージスとして052D 型や055型を配備しています。この2種類の駆逐艦の防空力は非常に高く、台湾の雄風2型対艦ミサイルをほぼ無力化したと考えられています。そこで台湾は最新の雄風3型を開発します。射程は 400km、 最高速は非公表ながら高度 250m 付近を超音速で飛行します。発射は固体燃料ブースターで加速、ラムジェットエンジンが動作する速度に到達後、ラムジェットエンジン駆動に切り替わります。世界最強であるアメリカの防空網突破を狙う中国が極超音速ミサイルを開発するのと同様、台湾もまた中国の防空網突破に超音速対艦ミサイルを配備したという流れになります。台湾の海軍はどうでしょうか。陸軍は日本を上回る戦力を持っている台湾ですが、海軍は日本と比べると小規模になります。まずメインの艦艇が20年以上前にアメリカでは退役したアメリカの駆逐艦キッド級駆逐艦です。現在アメリカの駆逐艦は全てイージスシステムが搭載されていますが、台湾の駆逐艦はイージスシステムは搭載されていません。駆逐艦は4隻の配備にとどまりますが、フリゲートは24隻保有しています。日本のフリゲート戦力6隻と比べると規模は4倍です。駆逐艦が遠洋海域の作戦が想定される一方、沿岸海域が主な作戦エリアとなるフリゲートの大量保有はまさに台湾独特の国防戦略と言えそうです。フリゲートの約半分のサイズになるコルベット、台湾は陶潤級コルベットを2隻保有しています。2015年から就役が始まった台湾の最新鋭コルベットであり、最高速度は45ノットと超高速、船体はレーダーの反射方向をずらすステルス構造とし、20ミリ機関砲のシウス、オートメラーラ射程76ミリ砲、マーク41垂直発射装置を搭載しています。船体は小さいものの、先ほど紹介した雄風3型ミサイルを8発搭載し、中国の艦隊侵入を阻止する任務を持っています。取得予定数は12隻であり、現在も計画は順調に進んでいます。東人級コルベットよりもさらに小さな艦艇、ミサイル艇も合計30隻ほど配備を予定しています。また潜水艦は4隻配備しているものの、サイズが小さく古いタイプであるため、対中国目的には心もとない性能となっています。駆逐艦を中心に比較的小型の艦船を円滑に運用するために、台湾は巨大な高速戦闘支援艦を建造しています。サイズは全長196メートルにもなり、排水量は21000トン、中型のヘリコプター3機を搭載し、輸送任務、海上救援、病院機能、補給機能などマルチな巨大艦船となっています。台湾の空軍は最近になりアメリカ協力のもと急ピッチで近代化を進めています。現在の主力戦闘機は2機種、一つはアメリカの民間企業協力のもと台湾独自に開発した FCK-1、当時台湾が主力で配備していた F5 戦闘機の更新のため、台湾はアメリカに F16 戦闘機購入を打診。しかし中国を必要以上に刺激することを望まないアメリカが台湾の要求を拒否、代わりに戦力が低い戦闘機を提案。しかしその戦闘機が台湾の基準を満たさないことが判明します。そして台湾は独自戦闘機の開発を決定します。その後アメリカから F16A と B を購入、主力戦闘機200機以上で台湾の空を守っていました。しかし空軍もやはり中国空軍の質と量の向上によって相対的な対抗力が低下。そこで2019年、台湾は旧式の F16 を最新の V へとアップグレードすることをアメリカに要求。同年アメリカは台湾の戦闘機をアップグレードすることを正式に発表しました。別動画に紹介する通り、 F16 戦闘機はアメリカが開発した第4世代戦闘機であり、より戦闘力が高い F15 とコストと戦闘力のバランスが良い F16 とを組み合わせるハイ&ローミックス戦略を担う戦闘機です。初飛行が1974年とすでに50年近くが経つ一方、現在まで装備とコンピューター、ソフトウェアのアップグレードが続いていて、現在では F16 のブロック70、72というバージョンに達しています。これを別名 F16V とも言います。装備は最新であり、世界最強の戦闘機 F22 で採用された APG-77 レーダー、
F-35 に搭載される APG-81 の2つのレーダーから派生した AN-APG-83 スケーラブルアジャイルビームレーダーを搭載。捜索範囲が F-22 戦闘機の約 250km を上回る 370km という驚異の性能を持っています。またコンピューターと操縦システムを最新のものに入れ替え、コックピットの機能も強化され、現状 F-16 の中で最強の戦闘機となっています。最新の戦闘機を導入し、中国に対抗する力を維持しようとする台湾。しかし台湾と中国は物理的に距離が近く、戦時戦闘機が戦わずして損傷するリスクがつきまといます。中国は台湾攻撃を想定し、大量の巡航ミサイルと弾道ミサイルをすでに配備しており、開戦と同時に台湾の軍事基地には大量のミサイルが降り注ぎます。中国は台湾軍機が飛び立つ前に全て破壊することを目標にしています。そこで台湾は開戦初期の中国の攻撃による損傷を最小化する戦略を組み立てています。台湾は空軍基地を9カ所に分散し、戦闘機の半数以上を格納する強靭な格納庫を建設。またチアシャン空軍基地には広大な地下格納庫を建設。台湾が保有するメインの戦闘機の半数以上を格納できるともされています。また戦闘機の配備バランスを定期的に変更したり、ダミーの戦闘機を基地に配備するなど、中国の諜報活動に対抗しています。さらに高速道路を滑走路とする訓練も実施、有事航空戦力が容易に喪失しないよう莫大なリソースを注いでいることがわかります。以上、陸海空を総合的に考えて台湾が中国からの攻撃を防御する方法が見えてきます。まとめてみます。中国が台湾を実効支配する場合、上陸が必ず必要になります。台湾は強大な陸軍を持つことで、中国が台湾上陸を実行する際には大規模な陸上部隊を投入することが必須になります。強力な台湾の陸軍が中国の台湾揚陸を思いとどまらせる絶大な抑止力となっているのです。対する中国は台湾の強大な陸軍に対抗するために、大規模な陸軍を投入できる揚陸艦の開発を急ピッチで進めてきました。それが大型の揚陸艦071型揚陸艦と075型強襲揚陸艦です。中国の揚陸能力向上と戦略の結果、中国は台湾へ陸軍を上陸させる能力を大幅に向上させ、台湾侵攻が現実味を帯びてきました。この状況に台湾は中国の揚陸艦を撃沈できる力を海軍に持たせることで抑止力を構築しようとしています。台湾の駆逐艦やフリゲート、コルベットが安全に活動できるようにするためには制空権の確保が必須です。そこで空軍として最新の F-16 を配備、また陸軍にも対空ミサイルなどを配置し、中国の空軍を牽制する方法をとっています。1990年代までは旧式の装備が多く、戦力も低かった中国。急速な経済成長を背景とする軍事力の増大が日本周辺の軍事バランス、そして経済バランスを揺るがしています。台湾のこれからの情勢に目が離せないと同時に、私たちが住む日本の安全と幸せを私たちで作り上げていく必要があるでしょう。